Naito。 いや、表情見ればわかるよ。彼との付き合いはもう10年ぐらいか。彼の表情見ればどれだけ調子がいいのか、どれだけ自信を持ってるか、すぐにわかるよ。まあ、岡田、オスプレイ、その辺のいわゆる前までベルトを持ってた人間。いや、これは内藤さんではないですか。ちょっと待ってくれるかな。俺の時間だから。あ、コメント中ですか。申し訳ない。では話してください。横で聞いてるんで。はい、どうぞ。岡田、オスプレイ、彼らがいてもさ、これだけ余裕を持って。大した話じゃないですね。いや、大した話じゃない。ちょっと早いな。トランキーラ。じゃあ、オッケー。もう一回座る。オートラベース。彼らを目の前にしても、これだけ自信を持ってさ、自分のペースで試合ができるんで、やっぱり俺が教えたレストランだけあるよ。いやすごいよね。申し訳ない。君がとないよ。申し訳ない。君を教えた、育てた俺がすごいって言ってんだけど、その辺どうですか。褒めていただいてたのに申し訳ございません。そんなに褒めていただいたのに途中で割って入ってしまって本当に申し訳ございませんでした。本当だよ。トランキーロだよ。焦んなって。10年前から言ってるでしょ。でも、なじさん、俺がデビューした直後に言ったじゃないですか。忘れたんですか。忘れてデビューしたら、ヒロム君の自己プロデュース次第だからね。だから俺はデビューした後は何も見ないからねって言ったじゃないですか。ごめん、見ちゃった。ということは夢中になって見ちゃった。ということは、デビュー前、確かにお世話になりました。内藤さんなしで俺はデビューできなかった。間違いなくそれは言えますよ。だろうね。言えますけど、その後のこの活躍、このアピール、この仕草、すべてが俺の自己プロデュースの賜物じゃないでしょうか。だろうね。そうでしょうね。そうだと思うよ。そうでしょ、だからその内藤さんに今日一個言いたい。覚えてますか、一夜明け会見、会長に内藤哲也勝ったら、東京ドームの挑戦権利書をくれと、言ったらしいじゃん。会長からノーアンサー。ノーアンサー。つまりするか、会長は何も求めていない。菅橋会長、本当に申し訳ございませんでした。勝手な行動して本当に申し訳ございませんでした。でも、すいませんでした。でもですよ。でもですよ。何だこの手は。内藤って書いてあるの。ダメージ与えてるんですよ、こうやって。明日は響くわ。でもですよ、ちゃんと真剣に聞いてください。聞いてるよ。真面目な話なんだよ。真面目に聞いてるよ。頼むよ。だから、ヒロムちゃん、考えました。そしてヒロムちゃん、大人になりました。内藤さん。いいよ。3月3日、あなたに勝った場合、次期挑戦者で勘弁してあげますよ。その代わり、内藤さん、あなたが俺に挑戦表明してください。こんなもんはいいじゃないですか。挑戦してこいっていうことを俺が言えばいいのかな。もちろんですよ。ていうか、もう次の挑戦者は高橋宏だと、そう言ってくれればいいですよ。3月3日、あなたに勝てばこのベルトを差し上げる、インターコンチネンタルと IWGP ヘビー、どっちもあげるよと。ただそんなの会社が認めるわけがない。ヒロムちゃん、その辺頭いいんで分かります。あなたが口で言ったことはこの会社何も実現しない。でも正解、このヒロムちゃんは実現したということは、あなたもなかなかいい権限を持ったんじゃないでしょうか。今回の大阪城で持ったんですよ、きっと。持ったかな。だから俺が内藤さん、あなたを倒した場合、指名するぐらいは簡単じゃないですか。簡単だよ。あなたに2回勝たなきゃいけないんですよ、僕は。この2つのベルトを取るのに2回もあったんじゃない。これは大変なこと。1回勝っただけで俺はあげるって言ったけど、会社が認めないからもう1回やります。だってってことだよね。だってそうじゃないですか。そうだろうね。結局くれないんですよ、俺に。残念ながら俺の言うことは通んないから。結局くれないんだったら返上しろなんて言わないです、そんなつまんないこと言わない、ただ次正式に俺に挑戦表明してくださいよ。俺が指名するよ。それぐらいは簡単じゃないですか。簡単だね。指名するよ。じゃあ逆に俺から質問いいかな、一つ。受け付けない。なんで。さらばな。なんでよ。言うだけ言って帰っちゃったよ。
ほんと帰っちゃったよ。いいよ、全然。彼の求める通り、もし俺が負けたら、その場で、俺はその場で渡すつもりだったけどね、それが認められないのであれば、改めて次期挑戦者は高橋ロムだと俺は言いますよ。まあこの会社は俺の言うこと聞くかわからないけどさ。でもさ、俺ばっかリスクが負ってるような気がするのは気のせいかな。高橋ロム、別に高橋ロムのチャレンジマッチじゃないんだろ。ヒロムはチャレンジマッチのつもりで俺とシングルマッチやるわけじゃないんだろ。ヒロムは負けたらどうすんのかな。ヒロムちゃん、考えてるかな。自分が負けたら、いや、この俺との試合に君は何をかけるんですか。なんかその辺、彼は頭がいいからさ、きっと何か考えてるんだろうね。それ、明日試合後言ってくれるのかな。さあ、なんて答えるかな。明日の試合後のコメントが楽しみだよ。じゃあまた明日後楽園ホールでお会いしましょう。アディオス。